お二人は数学が得意ですか？ノー、ノーノーですよ、ノー中のノーで算数から数学に行けなかった二人です。ノー中そうです、はい、そんな数学が不得意なお二方に、はいはい、数学の難しい問題を出したいと思います。なんだ喧嘩売ってんのか。正解者には、うん、今年僕があの年始に初詣に行った時に、うん、今年1年健康でありますようにと、お願いしたんですが、はい、その権利をあげます。マジか、やらないとなこれは。はい、もうやろう。問題は、うん、その数学の問題がすでに解かれてるか解かれてないかを丸か×かで答えてください。なるほど。双子素数は無限に存在するか、うん、がもうすでに解かれているか解かれてないか。はい、双子素数が無限に存在するかしないかがもう分かってるか分かってないか。なんなんだだって無限なんだから分かってないんじゃないかな。でもさ、無限って分かった時点で弦じゃん、それ。え、無じゃないじゃないですか。あ、弦がないから。そうか、で有限、有限だって。え、そんな文学的なの無限だから。私は、うん、分かってない。解かれてると思いましたよ、私は。正解は、うわ、結構なりてん、うわ、バツです。解かれてない、解かれてないです。あ、じゃあ俺か。イエーイ、健康健康。じゃあもう一問、もう一問いきます。はい、バカを晒したくないんだよ。自然数の総和はいくつ。ん、無限ってことじゃない。無限じゃないのか。あのさ、宇宙の総重量とかあるよね。引っ掛けなんじゃないかな。無限と思わしといて。分かってる、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 分かってる。正解は分かってます。おー、やべー。そして、そして何、何かマイナス12分の1です。え、もう全然分かんないけど全部足したらなんで分数なの。あとマイナスなんでしょ。はい、ちょ、全然意味分かんないね。怖い。へぇ、太りすぎるとなんか地面に埋まるあ、なるほどね、マイナスになるって。なくなるんだね、太りすぎると埋まってくる、プラスすぎてね。すべての2よりも大きな偶数は2つの素数の和として表すことができる。ちょっと待ってよ2より大きい偶数は4とか6とか。あ、はいはいはい、まあ、4は1たす3。それはバツな気がしますね。素数ってすごい珍しいんでしょ。なんかみんなすごい素数を大事にして生きてるじゃん、うんうん、3とかですね。すごい、だって素数一つで祭りが起こるぐらいのものなんでしょ。なんかよくわかんないけど素数ってすごい好きじゃん、みんな好き好き、ね、数学の好きな人好き好きだよね。何が好きかわからない、全然わかんない。でも数が好きですそうだね。え、それなんで調べようとしたんだろうね。そもそも、ね、うん、何が知りたかったんだろう。そうだね、疑問の、いい疑問。そうだよね、喪失してるよね。それで分かればいいけどさ、分かんない。そうだよね、しかも分かるか分かんないか今聞かれてるじゃん。お、分かってる、分かんない、俺は分かんないと。じゃあ分かってる、分かってる。正解は分かってません。おー、これ見つかるやべー。何、健康になるわ。何なんかな。安藤さんには健康の権利が与えられました。ということは私は不健康だということが分かってるで、はい、俺の十二指腸ポリープも良性だよ、はい、そうなんだ。おめでとうございます。もう何も分からない、はい